読谷何でも調査団はじめちゃんでございますさあ本日私はですね読谷村豊屋にございますノーハウスさんお邪魔しておりますこの方ですこんにちは皆さんこんにちは読谷大好きノーハウスのあけぽんですあけぽんさんでございますがなんかあけぽんさんノーハウスさんに 新たなパワースポットが誕生したみたいな感じで聞,き聞いたんですが。そうなんですよ。はじめちゃん、聞いてください、えー。ノアハウスはですね、あの、新年号の令和に向けて、また新しい時代にですね、えー、皆さんにですね、あの、この幸運とね、ね、えー、また元気と、幸せね、本当にね、届けたいっていう思いで、えー、今回、えー、ある方に依頼してですね、もう立派な、 壁画を用意させていただいたただんですよ、はい、で私もね、ちょっとこの壁画の方を見ているんですが、その、まあ、作者の方ね、ちょっと皆さんにご紹介したいと思います。こんにちは。こんにちはお名前の方を教えてください。はいえー、初老人全流ことよしぽんです、はいえー。よしぽんさん、<laughs> 初老人、初老人ですね。初の、えー、もう何年ぐらいやられてるんですか。はい、えー、今年で20年ぐらいになりますね。 書いた作品なんですが、まあ、タイトルはタイトルは、えー、平和の象徴と、えー、これから迎える令和の言語に合わせて作りましたはいであの今回描かれたものって法凰法凰ですね読谷村が、えー、大鳥だ形にしてて大鳥っていうのが僕 知らなかったんで、<の>で今回、依頼を受けた時に、えー、大鳥を書いてほしいって言われたんでえっと思って調べたら読谷村がなんと本当に鳳凰の形をしてたんはい、はい、それをびっくりしてでどうせならご夫婦、すごい仲がいいんで大鳥だけじゃなくて2匹鳳凰というのを書かせてもらいました。なるほど、ね、あの先ほど。どど、先おっっしゃってたんですけど 鳳凰というのは、まあ、2匹つがいでいることで鳳凰という形なんですね。そうですねで1匹の時だとやっぱり鳳凰という形になって<あ>あの漢字もその鳳凰の鳳だけ書くようになってるんですね。なるほどねあ、まあ、そういう意味も込められてるで今回ノーハウスさんで、ねえー、描かれた鳳凰ですが、まあえー、2匹の鳳、ま、凰、あ、がいて、えー、中央にこれは月なんですかいやいやこれはね、あのー、太陽と月で鳳凰、はい、も ほうと,と王なんで太陽と月っていうのは基本地形の方から見るとついにあるんではい、はい、ご夫婦仲がいいということなんで一緒に書かせてもらいました、はい、でねその周りをね雲が覆って、まあ、そのバックに読谷村の、えーまあ、地形が書かれていると、はい、そうなんですよでその地形の光輪を出てる太陽と月の明かりの真ん中をずーっと 終点していくとど真ん中にノアハウスがなるほどその真ん中の方に終点していくとノアハウスがあるということであじゃあもう配置の方も下書きの方でデザインはされているとそういうことですデザインしましたなるほどこれはすごいのができましたこれ完成までどれぐらいかかったんですか4日ですね四日間はい4日間,、はい4日間 4日間で逆に、4日間でこれだけのものが仕上がるんだっていうふうにね、私の方はすごいなと思うんですが、これ、まあ、野暮なこと聞きますけど、一般開放ですよね、はい。もちろんいっぱい開放ですよ。もうね、本当にここに来てね、宿泊されてお客様ももちろんですけど、読み村の方、で、県外、県内外、そしてね、もう国際的にね、外国から来たお客様にもどんどんね、写真を撮って、ね、インスタグラムではアップしていただいて SN、SNS 配信をしてですね、もう全世界に、 広めていただいて、ね、新たな読み炭素のパワースポットになろうかなって思ってますのでぜひよろしくお願いします、はい、ちなみにご利益はどんなのがありますかあもう何といってもですねもう幸せになれる健康になれるでお金持ちにもなれちゃうかもしれない、ね、そんな感じで,、ね、もうで勉強もね。 ね、あのもういい、自分の希望の学校にも入れるとかですね <laughs> 商売繁盛もありますよね、もう何にでも使っていただきたいと思いますなるほど、ね、<ー>皆さんが願った分だけ、ね、これ、ね、あのパワースポットとしてね、叶えてくれるということですぜひ、ね、ノアハウスさんで新しくできましたこの壁画、皆さんも一度ご覧になっていただいて、SNS など、ね、写真撮っていただきたいと思います。本日は秋葉原さんあありりががととううごござざいいままししたた